機動戦士ガンダムザオリジン MSD ククルスドアンの島は王の順次による漫画作品。テレビアニメ、劇場アニメの機動戦士ガンダムではなく、それらのキャラクターデザインを務めた安彦義和による漫画作品、機動戦士ガンダムザオリジンをベースとしたスピンオフ作品である。ガンダムエース創刊15周年を記念し、 2016年8月号から2019年7月号まで連載していた。キャラクターデザインは、ことぶきつかさが行っている。テレビアニメ、機動戦士ガンダム第15話、ククルスドアンの島は、ストーリーの本筋から離れた話であるため、ファンから多くの支持を得ながらも、劇場アニメ版、ザオリジン版ともどもカットされており、北米向けテレビシリーズビデオソフトでも未収録となっている。 安彦も、ステカイトは認識しながらも、いい話だと認めている。タイトルの、MSD は、モバイルスーツディスカバリーの略であり、宇宙世紀82年にアナハイムエレクトロニクスが、自社で保管していた、モビルスーツに関する膨大な資料を編纂する計画、とされている。ジオン広告軍開発訓練 y 0に招待は、招待長のククールスドアントクム商尉が脱走した後、 それぞれ転属となった。各々は転属先で戦う中、ドアンのことを思い返す。ジオン広告軍開発訓練 Y-02、招待はククルスドアン特務少尉を招待長にモビルスーツの開発に携わっていた。アナハイムの産業スパイとなっていたマルク・カルデン、少尉との戦闘行為などもあったが、モビルスーツの開発は順調に進んだ。 ジオン独立戦争が始まり、Y-02 招待はそのまま実戦部隊として戦線に借り出される。ブリティッシュ作戦に携わり、多くの人々を殺戮した事実は、Y-02 招待の面々の精神に大きな影を落とすことになった。戦争は続き、Y-02 招待は地球方面軍へ編入され、北、アメリカで地球連邦のゲリラ総統の任につく。 一向に減らないゲリラに豪雨に癒した上層部はゲリラをかくまう民間人ごとの相当作戦を Y-0 に招待に命ずる。元 Y-0 に招待所属で北アメリカ方面軍所属のバシリー・ボッシュ・ゴ長は司令ガルマザビ戦士後の混乱の中、本隊からもそれ情感を失い、バシリーが隊長の任についていた招待は2機のガンダム FSD と遭遇する。 ガンダムの攻撃からは辛くも逃れるが、同行していた部下の二人は戦死し、単身でカラカス近辺の小基地にたどり着く。同基地のゴンド五長からは、邪ンに扱われたものの、バシリーは元、バイマイナス A に招待所属のキッズ少尉と共に、再開し、ジャブロー攻撃に参加することになる。キッズ少尉とバシリーの所属する攻撃部隊は、2機の極地型ガンダムに大打撃を受ける。 どうにか、ガンダムを退けたものの、キッズ少尉は、部下全員を失い、自身も片腕を切断される重傷を負い、さらには、ジャブロー攻撃軍のガルシア少将戦士の砲も発生。キッズ少尉とバシリー、機体を失ってハウ、ハウの手で逃げてきたゴンドゴチョウは、悪海に乗る、特務隊員に救われ、ジャブローを後にする。一方、元 y、y a に正体のカルカ軍曹とやる。 マルゴチは、ボスポラス海峡で、オデッサ基地の守りについていたが、水中型ガンダムと遭遇、交戦する。オデッサ基地の陥落に伴い、カルカとヤルマルは、月のグラナダまで撤退する。ソロモン戦後、バシリーとカルカ、ヤルマルは再びかつての上官や、デルマのとに参集。ジャブローで共に生還したゴンドゴ町も加わって、アバオア空戦に臨むこととなる。ありがとうございます。